上、高森遺跡一条高森遺跡は、宮城県栗原市にあり、かつて前期旧石器時代のものとされた遺跡。1999年11月、東北旧石器文化研究所などが、石器の出動を発表したが、翌2000年11月には、旧石器鉄造事件により鉄造が発覚した。これを受けて、東遺跡を含む、多数の遺跡が、登録抹消や、 内容の変更を余儀なくされ、宮城県内には前、中期旧石器時代とされていた遺跡は解無となった。東遺跡は1992年8月に、東北旧石器文化研究所の藤村真一と鎌田敏明によって発見された。1993年11月19日から2000年10月31日、同研究所によって6時にわたる発掘調査が行われ、 延べで750平方メートルから石器261点の湿度が伝えられた。当遺跡の約60万年前の地層からの石器、発見は前期旧石器ソンピロン層に決着をつけ、日本最古の遺跡として高等学校日本史教科書に記述されるまでになった。ところが2000年11月5日付、毎日新聞長官で北海道の送信不動坂遺跡とともに、 鉄造の疑いをスクープされた。上、高森遺跡検証発掘調査団が組織され、2001年11月12日終了報告が出された。これによると、石器は全く発見されず、多方落ち穴が一気発見されたことから、縄文時代の遺跡であることが分かった。縄文時代以降が見つかり発したものの、2001年に、周知の埋蔵文化財放送地としての登録を、 抹消され、現在は、県の遺跡分布地図にも掲載されていない。上、高森遺跡における、藤村新一による前期、中期旧石器捏造は、発掘が進んでいるところに事前に石器を埋めて、後から発見するという方法で行われていた。工事園第5版にも掲載されていたが、2008年発行の第6版で削除された。ありがとうございます。